チケットミッドナイト競輪、今夜は名古屋 F2 ウィンチケット杯最終日をお送りします。おはようございます。お願いします。いいスタート切りましたね。いいスタート切ってますか。楽しみですよ。めちゃくちゃあんなうまくやった人初めてだよね。本当ですか。めっちゃ練習しましたもんこれ。ずっとそうなんだ。こんな短いの誰でも言えますよ。いや大体3回噛んでね。どんな人がここに来てエス取った感じでした。本当ですか。ありがとうございます。最高ですよ。初めてなんですよね。初めてですね。芸人は、あのなんかよくテレビとかでたまにこう、はいはい、走ってるなとか見たことあるんですけど、大きいレースとかだと、はい、ルールとか、今日初めて教えてもらって知りました。でもボートはなんか行ったことあるんですよ。これ何度かアベマの番組でボートレースはなんか初心者向けでいろいろ教えてもらうのをやったことありますけど、一回も当たったことないです。そうなんだ。じゃあ競輪でとって競輪好きになってほしいな。いや、なってほしいです。なりたいですね。だってもう一回もなんか先生が教えていただけるんですけど、ちょっと反抗しちゃうんですぐに。あ、先生の言うこと素直に変えないんだ、言われた通りに。全然違うのかって毎回外れるんですよ。なんでそんなダメなの。なんかちょっとなんか自分の意思で行きたいなみたいな。あら、奇跡だから。オッズ高いの狙いたいんですよ。あ、いいね。あ、じゃあいいよ。じゃあアイドル時代とかも講師の先生とかいろいろ言われても、ちょっと私違うんですけどみたいな。あ、まあ痩せろ痩せろって言われたけど太り続けましたね。すげえな、そこ逆境行くって。すごいね。自分持ってるな。今日穴穴取ってほしいね。大穴。穴取りたいですよ。あ、じゃあ今日もう結構じゃあ本番前教えてもらったんですね。教えてもらったルールとかなんかそのチームがあってとか、うん、そんな知らなくて、一人一人の対決だと思ったんですよ。おー。あ、なんかさ、そっかそっか。チーム戦みたいな。あの前に走る人がいてとか。はいはい、のを教えてもらいました。うん、でその話聞きながらずっとうっせえなこの野郎と思って。いやいや、思ってないですよ。そこまでは思わないです。おめえの言うことさすがに素直に、おめえの言うこと絶対聞かねえからってずっと心の中で思いながら。ルールさえ理解できないもうやばいです。そうか、ルールの話か。そうです。さあ、では早速予想へと参りましょうか。はい、はい、1列目の出走表を見ていきましょう。こちらです。はい、やりましょう。1番白崎義則選手、以下ご覧の通りです。さあ予想していきましょう。どうしよう。見てると結構若い人とベテランの選手が入り混じってやるんですよ。はい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 。あれでしょ、あの時山さんも、はい、元 NMB でしょ。そうなんです。そうすると先輩後輩だよね。もう、はい、あのずっと前に辞めてしまってるので、ほんのちょっとしかいなかったので。何年前ですか。高校2年生とかなので、もう7年前とかです。あ、に辞めちゃってます。7年前に辞めたんですか。はい、すっげえ大先輩ですわ。いやいやいや、もう舐めてた今まで。舐めてました。舐められてましたか。めっちゃ舐めてました。全部すぐ辞めちゃったので、もうそんなもう私なんてね。そっか、じゃあもうね、S 級ですね、それで言ったら。S 級まで登り詰めたんだ。私まだ A 級です。S 級はでも神セブンクラスじゃない。神セブンだね。昔で言うところの選抜メンバーでは全然もうすぐ半年で辞めちゃったんですよ。なので、あ、じゃあ選抜に入ってない。入ってないです。じゃあ A 級3番だと思えばいいんじゃない。勝ちました、勝ちました。 A 級勝った、勝ちました。私選抜入ったことある。勝ちました。じゃあ西野さんとか上で。私が S 級で。私 A さんですね。じゃあ舐めていけるね。舐めていきます。舐めていきます。普通に行けばいいだろ。ガン舐めてはい、お願いします。2シャッター、おー、答えいいね。13と31、51と15、252が強いって言ってたんで、252と25って感じで、522の5違いね。はい、で全部500ずつ入れました。そこ100ポイントと400ポイント間違えちゃったからプラスで買ったの。あ、なるほどなるほどなるほど。こんな感じですね。だから25が来たらまあ 33.4、2552来たら一番儲かるね。そうですね。1万5000円ぐらいだもんな。はい、この3社のラインが何か失敗すれば、うん、ね、25の頭同士ね。どうだろう、こんな感じです。いや、いいんじゃ、もうね、最初のこれ勢いとして、ね、いいですよね。ちょっと結構安定な。あ、でもいいんじゃない、手堅く2社高い最初は、はい、最初はって感じですね。はい、竹山さん出しましたっけ。はい、私まだです。で、私発表します。はい、私は5115の3連単にしました。5115に3着2366も入れてます。はいはい、ちょっとまくりよりも5の逃げを期待してこっちにしました。このメンツ空いてあったらね。そうなんです。で、一つだけもしまくってくる時の場合、31じゃなくて13になるんじゃないかなと思って、1が刺す場合を考えて13だけにシャッターを押さえてます。まくっても1には刺されるの。そうなんですよ。1の方が得点も高いし、はい、刺す可能性全然あるなと思ったので13で抑えました。だから53も買ってねえんだ。51なんだ。買う51なんです。そうなんです。51で、はい、逃げてくれないかなっていう予想してます。3連単結構つくと思います。
はい、結果をお伝えします。2射単51650円、3連単516330円となりました。お見事、おめでとう。イエーイ、素晴らしい、嬉しい、本当に嬉しいです。デビュー戦一発目で見事、初めてですよ、当たったの、ね、素晴らしい。竹山さんも、はい、私3連単出ました。やった嬉しい、これは本当に嬉しい、すごい嬉しい、すっごい嬉しい。でも5が逃げるかと思ったら3が逃げましたね。3ね、そうでしたね、思ってたとのちょっと違ったんですけど、嬉しいですね。1レース目からやっぱ5の選手は強かったんですね。よく6もついてきてたな。そうなんですよ、意外と来ました。結構外からうわっとねまくってきたな。なんかすごい、初めて競輪をこう戦ってるとこ見たんですけど、結構斜めになってるんですね。バンクすごいよ角度は、四角で見っとね、あそこでこう、しかも独特の角度でね、映像もなんかこれすごいすごい、なんかこう争いが、ああ、ガチバチやってるね、うん、面白い、うん、映画のガチボスとか見たらより好きなんじゃない？経理映画の見てみようかな、うん、すごい嬉しい。続きましょう、はい、第2レース出走表こちらです。はい、1番太田正幸選手、以下ご覧の通りです。先行一緒、どうしよう、ここ並びがちょっと面白いですよ ね、見ていきましょうか。短期短期短期、三者短期の細切れ、独特のなんか番組なんですよね、ちょっと、こう6番しかいないんだな、逃げる選手は。あんまり見られない。こうなるとどう予想するのがいいんですか？まあ、逃げるのは6番で、その後ろにどういう風に誰かがついてってどこからまくっていくのかっていうのを予想するのがいいんじゃないですかね。あ、じゃあもう一番最初は6、うん、でもこのマークついてるやつだと、ええ、二重丸は3番についてますね。ですよね。うん、3は強そうですけど、でも得点高いのは1番ね、1番ですよね。これは難しいね。1番人気が6号だね。6号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 1、やっぱり三者ラインが強いですかね。先行一緒だからさすがに逃げ切ると。でもこの6番もそんな信用できないんだよな72点だろ、うん、さあそして西野さんも来ました、はい、私はこちらですね、5665と653、652、3連単もいった、3連単1000ポイントずつ、まあなんか6号が結構多いので人気ですね。人気で、でも3番の山田選手はあの AI が二重丸なんで、来るんじゃないかというこういう予想ですね。なるほど、はい、あ、6号1かったんですか？1ですね、すいません間違えました、1だ、6号1、はい、じゃあ我々、はい、マシコ61632射単計2000ポイント、福田5から136、1346、まあ、6は逃げてで、まあ、最後刺される展開、で、あとの短期はまあいい位置お互い取り合って最後まくってくるけども、一着はねえと思うんだよな、一着は6について5だと思うんだよな。今回結構シンプルですよね、はい、マシコさんに関しては2点だけ、2点、まあちょっと逃げ切り、6号はちょっとね、ちょっと音数低かったから買わなかったんですけど、そうなんですよね、はい、でも結構満車もある、でも6、1の9倍なんで、はい、先行したの6がどういう風に頑張るか、そこ見ものですね。そうですね、他がどこからまくっていくのか、1の調子だけ気になるな、そのさっき言ったの、そうで落車明けの負傷欠場だからな、縦足は強いみたいなね、あの あれがあるんで、534来たらすごいオッズですね。534、あ、ほんとだ、いいね、96.1、534、これって100円かけて534来たらいくらになるんですか？これ19,400円じゃない？19,600円か、534でしょ？はいはいはい、すごいいいですよね、そこは、ね、うわ、こういうの見ると目がくらんじゃないですか？そっち行きたくなっちゃうんですよね当たって余裕ができたらそういう遊びで買えば、まあまあ、そうですね、でも最初取ってるから結構乗っかってくる人多いんじゃない？そうで、いましたいました、西野さん乗りますっていう人、大丈夫かな私、人気どころも抑えて、今日は6なのかな、もしかして、でも2位入れてる人も多いですけどね。さあここで2レースの投票が締め切られました、おめでとう
か。さあ結果お伝えします。2社単56680円、3連単564740円となりました。2番人気だね。人気でしたね。やったー。今日 LINE で西野さんも、やったー。竹山さんも、はい、私も2社単当たりました。すごい、ありがとうございます。やったー。力こぶ効果出てますね。来ましたね、ここで、ね、今日です、今日でしたね、やっと来ました、うん、俺のこのフォーメーション完璧じゃないですか、ちょっと、ね、すごい完璧、ね、本当に1200円買ってましたよ。どれぐらいだったんだろう。2万ちょい、うん、15万円ぐらいだったね。結構大きいんじゃないですか。この買い方結構いいよこれ、うん、LINE でね、結局ね56、そうだな、ラインで決まった。あ、そうだね、うん、気づけば、うん、ラインで減っちゃったけど、うん、でもお肌つきましたね、うん、まあ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 、ゆうじこしさんもうプラスですか。そのプラスになりました。1万ポイントぐらいプラス、うん、はい、そうですね、素晴らしいですね。気持ちいいね、やっぱ刺されたな最後、うん、頑張った、うん、凛太郎、うん、本庄に行ったら褒めてあげたい。気持ちが出てますね。というわけで今日の何ですか、これ回収率、回収率、はい、ということでこちらですね、はい。おー、あー俺ら 50% か、ダメだな。あ、西野さんでも 42% か。 42% ですね、うん、ちょっと取り紙があっちゃった、まあ、感じですかね。まあ、3つね、あ、3つ当たりましたから、はい、素晴らしいです。あれはちょっと、ちょっと良くないです。そうそうですね、そうですね、はい、私の、あ、私の回収率見ていきます。はい、じゃん、あれ100% 超え、132%、すごい、おめでとう。ありがとうございます。今年初ですね、やっと超えました。長かった、ね、最初のやっぱ3連単でね、30倍超えのやつ取ったのが、それが大きかったですね、はい、スランプを抜けられたということで、はい、今の心境はいかがですか。あの絵のおかげです。いや、ありがとうございます。はい、私の絵力こぶ自画像のおかげだと思います。確かに。どうぞ西野さん、ガンナメしてた滝山さんがこんな感じですけど、今度からこの絵描きますわ。乗っかんだ、はい、ぜひ乗っかって乗っかります。